皆さんこんにちは資格スケアとベクサで司法試験の講師をしております加藤隆ですで今回の動画は令和2年司法試験の行政法の問題を書いた、えー、雑感の動画となりますでまずはじめに今回のまリアル回答企画に向けてどういった勉強をしたのかについてです で初めにですね、えー、行政法法のの司法試験過去問の答案にざっと目を通しましまたで。その際には、えー、分野論点ごとの答案の書き方に関するルール、えー、これに重点を置いて、えー、答案を確認しました、えー、行政法はですね他の科目の中でも特に、えー、その分野論点ごとの,、まあその書き方っていうものをですね重視されてる、えー、科目でありますから、えーまあ、その具体的なですね、この当てはめこれを通じて、まあ、分野論点ごとのです、ね、書き方に関するルールっていうものを、えー、しっかりと確認をしていきました。 でその後に総、えー、まくり行政法のテキストに入りまして A ランク論点に、えー、重点を置きながら、えー、出題されそうな箇所をかあ A ランクの部分に重点を置きながら、えー、出題されそうな箇所に、えーまあ、確認をしていきました。 で行政裁量処分制それからまあ原告撤学こういった三段品質分野では高額上の判断枠組みに重点を置いて個々の判例はもう重要度の高いもの、まあ、A ランクの一部ですねこれに限って確認をしていきました。 それから平成30年の司法試験の過去問を使ったまあ答案練習に入ったんですけどもこれはの憲法と同様にですね2回書きましたそして問題の,その選別についても憲法とまあちょっと似ていてですね再度のしない可能性は重視しないでその答案を書くっていう感覚これを回復するためにまあ一番いい問題は何かということを基準にして平成30年の問題を選択しました。 やはりあの再度の取材可能性に備えるってことを重視するのであれば平成19年、20年、21年、24年、27年あたりかなと思います特に今年はやっぱり処分制取材される可能性高かったですから処分制に関するですね え、まあ、平成20年えー、それからまあ24年あたりをやっていくっていうのは、えー、まあその債務の主体可能性を備えるって意味ではまあかなり重要なんじゃないかなと思っています。ただえー、その一方で手書きでの文章作成に慣れるってことを、私は最優先に考える必要性がありました。で、最も書きにくい、平成30年問題を私は選択しました。 で案の定1回目の答案を、ね、の練習ではその平成30年の問題について納得のいくの答案を書くことができなかったので、えー、もう一度ですね、えー、2回目の答案を書くに至りましたということです。で、えー、今回のまあ答案の水準についてでありますが憲法より少し水準は下がるかなと思っています。だいいた 100番から200番ぐらぐいですねで分量としては今回も1行あたりの文字数がまあ30文字あるため司法試験過去問攻略講座の書式これまあ1行26文字から28文字なんですねなので司法試験過去問攻略講座の書式だと5枚目の3分の1までぐらいかなと思います。で私の平成26年の行政法の司法試験の再現答案も 書式1行当たり26文字から28文字で5枚目の3分の1ぐらいですねとなると今回の答案と同じぐらいの量となります。でまあ説問にこれがちょっとどう評価されるのか定かではないため、まあ、少しちょっと差が幅があるんですけども、まあ、100番から200番ぐらいの水準なんじゃないかなと考えています。 説、まあ1の小文1の処分性の,、ねえーの,の,えー、のところでは、えー、用途地域指定の処分制についてもうその答案で使えるぐらいのね、えー、記憶してなかったのでもう判例全く言及することができていませんってことも踏まえると、まあ、100万から200万ぐらい、えー、なんじゃないかなと思ってますね。で答案作成に至るまでの手順についてお話を、えー、いたします。これはははブログのででですすすねね紹介しててるんですけども私はです、ねえー、行政法については まずは説問から読んでました。で、結構説文見るだけである程度どういったことが問われているのかっていうことが想定しやすいんですよね。あの今回の問題もまあ、比較的、えー、まあ、どういったことが問題になってるのかってことは想定しやすかったんじゃないかなと、えー、思います。 例えばまあ説問1の証文1であれば、まあ、2つ少なくとも2つの行為についての処分性が問われてるってことが分かりますし証文2についてはなんかその申請っぽいことをしてると申請かどうかわかんないけど申請っぽいことをしてでそれに対して申し出書っていうものが返送されてるわけですから申請に対する不受理みたいなことが行われてるわけですね。 でこの状況を前提としてどういった訴訟を提起するべきかってことが書かれているんであこれは不作為の、えー、ってことなんでこれは不受理なわけですから拒否処分は行われてないということなんで、えー、不作為の違法確認訴訟プラス申請型義務付け訴訟の併合提起なんじゃないかってことが想定できるわけですね。ねでもその一方で、えー、義務付け訴訟については書か,れ、えー、書かなくていいと、えー、されていますし慣れてるんであこれは不作為の違法確認訴訟だけかと。 ということになるわけでしかも拒否処分はされていないとも書いてるわけなんであこれはやっぱり拒否処分ないんだから、えー、不作為の違法確認訴訟であって取り消し訴訟でいくわけでもないんだなということもわかるわけなんですね。えー、ってことなんで本当これ説、えー、証文見るだけである程度何が問われてるのかってことをですねある程度読み取れることになります。あとはあの これはまあ取り消し訴訟を提起した場合にどうのような違法自由を主張することが考えられますかということが問われているとでまあなので、まあ、こういった指示誘導っていうのがまず説問である程度あるわけですからどういった事情前提として何について書かなければいけないのかっていうことを私はもう最初説問を見て それを答案構成要者に反映します意外と本当説問レベルの指示誘導でもあの本試験では落としてしまいがちでそれぐらい行政法って問題文から会議録至るまで指示誘導っていうのが多いわけなんですね。 で問題文に入る前にまず説問を読んで重要な指示誘導を構成用紙に反映するでその上で問題文会議録で個別法っていう流れで、えー、まあ読んでいくわけなんですけども問題文と会議録を読んでる過程で重要な指示誘導が出てきたら私はマークを引いて終わるのではなくてちゃんと構成用紙にその都度戻って反映していました。これによって説問,問題文会議録 における重要な指示誘導っていうものを少なくとも構成段階を絶対に落とさなくなるんですねこれね説問問題文会議録を一通り読んでその後に、えー、もう一度その問題文に戻って、えー、まあ問題文会議録構成用紙の指示誘導について構成用紙に反映しようとしたりとかあるいはそれを前提として口頭案構成しようとするから落とすんですよなので。 えー、私は結構落としやすいっていう,もう自分の癖があるっていうのは分かってたんでそれはもう自分の気持ちの中で、えー、絶対落とさないんだってね、えーまあ、念じていたとしてもこれ大した効果ないなと思ったんでそのもう構成を、ね、の段階で、えーえー、指示、えー、重要な指示誘導をちゃんと構成用紙に漏れなく反映することができるようなそういったまあ書き方の、まあ、問題処理のルールみたいなのを自分で作ろうと思って工夫をしました。 でこの私のやり方、えー、説問問題文、えー、会議録を読んでその都度、えー、重要な指示誘導が出てきたら、えー、構成用紙に反映するってことをやっておくと説問問題文会議録まで読み終えた段階で構成用紙に構成の骨組みこれが反映されている状態になります。なので大外じっていうのをする確率がだいぶ下がることになるんですね。で もちろん説問問題部会議録を読んでる過程でもう重要な指示誘導が出てきたらその都度構成用紙に戻ってメモしてるんで確かに会議録を読み終えるまでに時間をかかります今回は38分もかかりましたでも会議録を読み終えた段階でその答案構成の骨組みこれが出来上がってるだけなんであとは個別法を読んだりとか、えーまあ、問題部にもう一回ね立ち返ったりとかして。 なのでもう構成そのものは10分で終わりましたなので問題文、まあ、会議録まで読み終わるので38分その後のまあ講習の最終的な仕上げこれでまあ 10, 10分で合計48分で終わってるわけですねしかも、えー、まあ合計50分以内で終わるわけですしその大外しする確率っていうのがだいぶ下がるわけですから私はそれぐらい時間をかける価値があるんじゃないかなと考えています なのであのこれ四角スキャンの、ねえー、ページでもそうですし、えー、私の、えー、ブログでもそうですけど、えー、会議録まで読み終えた段階の、えー、構成用紙の状態とそこから最終的な肉付けをした構成用紙2パターン、えー、公開しておりますから、えー、ぜひですね会議録まで読んだ段階でどこまで構成が出来上がってるのかってとこはですね参考にしていただきたいと思います。えー、それから、えー、節章文ごとのまあ雑感についてですね 設、えー、問1の証文1のうち、えー、本件計画変更の処分性これは平成20年24年29年この3つの過去問との関連性が強いと思いました。でまず、えー、会議録の誘導でありますが本件計画変更の処分性を検討する際には本件計画自体の法的性格を検討してくださいっていう誘導がまず大きな誘導としてあるわけです。 これは、えー、本件計画変更の方向化について、本件計画変更自体ではなくて、変更される本件計画の方で規正化から検討させるという主題の角度なわけですね。これは、えー、似たような主題は平成29年の設問2の小問1でされてます。つまり、えー、路線廃止の処分性について、路線廃止自体の 方向化ではなく路線廃止によって消滅することになる道路区域決定共用開始の方向下から検討させるという主題があるわけです。えー、ということですね。えー、なので、えー、同じ角度の主題というものはすでに平成29年の設問2の消耗地で、えー、なされていると。でこの誘導を結構ね、えー、無視して29年の、えー、で処分性書いてしまっている答案っていうのは結構あるんですよね会議録の誘導を無視してしまって書いている答案が。で2つ目 これは皇族行為との連動性に着目した方向下の前倒し的な読み込みの可否それから権利救済の必要性を根拠とする処分制の肯定の可能性という2点は平成,平,成平成20年の説問1と平成24年の説問1でも出題されています。えー、ということなんで20年24年29年との関連性が強い問題であったと、えーまあ、考えています。 でそれから説問一の消文一の本件計画変更の処分線について本件計画変更が農地転用許可の前提要件であるということから理論上は公共施設管理者の不動意と同様にまあ論じることも可能なんじゃないかなと思います。本件計画変更の処分線について本件計画変更のが農地転用許可の前提要件であることから。 理論上は公共施設管理者の不同意と同様の問題意識に従って、まあ、方向化性を検討する余地もあるんじゃないかなと思ったんですけど会議録では本件計画の法的正確と本件計画の変更の段階での広告訴訟による救済の必要性って観点から処分性検討してくださいって誘導されてるんで公共施設管理者の不同意と同様の問題意識に従って処分性検討するってことはおそらく検討対象から会議録によって除外。 されていると思いますなのでこういった交際は私は取りませんでしたでそれから本件計画変更の処分性について土地計画法上の用途地域指定についての判例も参考にしてとありますがこれ私も記憶しししてないな判例だったたのでやむを得ず無視しましたでこれは言及できる受験生はかなり限られてくると思うのでこれ言及できなかったとしても、まあ、上位等の水準にも影響してこないんじゃないかなと思っています。 でそれから、えー、次に、えー、説問1の証文1のうちの、えー、申し出の拒絶の処分性についてですこれについてはまあ比較的分かりやすいかなと思います。えー、公権力性ののうち法律上の根拠、えー、これが問題となりますぜかというと、えー、申し出に関する手続きについて直接的に定めてるのは内部基準たる、えー、運用指針なわけですね。 なので運用指針でしか定められていないと理解するのであれば法律上の根拠がないわけですから方向化線に入るまでもなく公権力このように内部基準で直接的に定められていることについて実は法律,で法律で定められることと一致するんですよと要するに法律で定められている具体的な手続きの内容をこの内部基準は明らかにしたものなんですよと。 解釈するっていうのはこれまあ労災就学援護支給決定に関する判例理論があるわけですからこの労災就学援護給不支給決定に関する判例理論を使っていくことになるんじゃないかなと思いました。でそれから説問1の証問2 に移動しますが、えー、申請型義務付け訴訟については、えー、司法試験ではいつも取材されていないので、えー、そろそろ取材されるだろうと思って準備もしていましたし総まくりでもあの A ランクの、ねえーまあ、分野に指定しておりましたですが今回はその取材の対象から、えー、検討の対象から除外されていますただ、えー、今回不作為の違法確認訴訟において問題になっている法令に基づく申請権という訴訟要件と、えー、相当期間の経過という本案証訴要件は いずれも申請型義務付け訴訟の訴訟訟の要件ですなので結局その申請型義務付け訴訟の訴訟要件の勉強として法令に基づく申請権と相当期間の経過とあの標準処理期間の関係ですねこれやっていたので、えー、ちゃんと この申請義務申請型義務付け訴訟に関する知識だけで回答することができる問題であったと感じています。なので、設問1の消耗1と設問にはこの難易度高いです。特に設問にはめちゃくちゃ難易度高いんですけど、まあ設問間のね。まあ、問題全体のまあ難易度のバランスを取るために、まあ設問1。消耗2っていうのはまあそこまで難しくない問題を出してきたのかなとも思っています。で、それから設問2。 これは正直問題の所在すら正確に把握することができませんでしたでただ気をつけようと思ったのはわからないんだけれどもちゃんと会議録にはできるだけその誘導には乗ろうと思いましたでまず今回会議録では説問二に関する誘導として二つあるわけですね違法自由について二つの観点から検討してくださいという誘導がされているわけですからよくわからないからまとめて書くというのはダメです もう2つの観点から指示誘導があるのであればとりあえず2つに分けて書くことになりますで、部分的に内容が重なってしまっても構いませんこれは分けること自体に意味があるんですまとめてしまったら片方の配点丸々失いますからねなのでちゃんと双方の配点も、えー、まあ配点を得るために2つに分けてとりあえず書くとまとめて書くと配点項目丸々1つ失うことになるからですで、その上で もうこの違法自由に関する現場思考問題が出てきたらもうとりあえずそのいきなり会議録の事実とか誘導をですね当てはめでダイレクトに使うのではなくてまず抽象論を書くと。で抽象論を書く際には基本的にはですね理由条文解釈による規範定理とって形で抽象論を書きます。 で規範定律をする際にはまあ会議録の誘導で、まあ、こういった事情こういった方向で当てはめで使ってくださいっていう誘導があるのであれば当てはめから逆算して、えー、会議録から想定される当てはめができるような規範を定律することになります。ということなんで、えー、まずは今回会議録の誘導に従って違法自由を2つに分けるで違法自由をそれぞれ検討するにあたってはまず抽象論として理由規範という形で書く。 で規範を書く際には、えー、会議録から想定される当てはめから逆算してそのような当てはめをすることができるような規範を定立するということですね。 こういったことをその司法試験の過去問を通じて対処法として確立しておくと、まあ、難しい問題が出てきてもうそもそも何問われているかわからないよって場合であったとしてもそれっぽい論述をです、ね、その場ででっち上げることによってちゃんと合格数字の答案を書くことができますここういったことをです、ね、司法試験の過去問でしか見つけることができませんからやっぱり過去問のです、ね、演習復習っていうのはまあ行政法でも特に大事になってくるわけです。対処法を確立するっていうのはもう演習と復習の繰り返しでしかできないことですからね。 でそれから、えー、私が考える合格水準についてです、まあ、これもあの憲法と同様にです、ね、厳密には、まあ、その高得点を取る上での、まあ、重要なポイントってことになってくるんですけどねでまず説問1の証文1でありますが、えー、本件計画変更の処分性を検討する際に、えー、会議録の誘導に従って本件計画変更の方向化性の有無内容について本件計画の法的性格から論じている。 それから本件計画の変更の段階での広告訴訟による救済の必要性を根拠として方向化性の有無内容にかかわらず処分性を認めることができるかどうかについて論じている。で本件計画の法的性格を論じる際に用途地域指定の処分性に関する判例に言及することは私は上位合格の水準ですらないんじゃないかなと思っています。でそれから本件申し出の 拒絶拒絶の処分性を検討する際には。公権力性の要素である法律上の根拠の有無が争点になっているっていう問題の所材を。まず的確に把握する必要があります。で、その上で、本件申し出及びこれに対する応答について。直接的には内部基準に過ぎない本件。運用指針で定められているんだってことを踏まえて、論じる。で、まあ、労災就学援護福祉給決定に関する判例理論を。 踏まえて論じる言葉ができればいいんですけどまあそこをこういった判例を踏まえて論じるっていうのは500番以内の上位とはの水準なんじゃないかなと思っています。えー、なので 本件申し出の拒絶の処分性についてはまず問題の所在を正確に把握する公権力性のうちの法律上の根拠ここが問題になってるんだということと本件申し出及びにこれに対応する応答については直接的には内部基準に過ぎない本件運用指針で定められていてこの内部基準であるがに外部的効果ないわけですから法律上の根拠がないことになるんじゃないかというねことが問題になってるんだということを踏まえて論じると。 いうの考えていまばそれから、えー、説問1の証文2についてでありますが、えー、申請に対する不作為の違法確認訴訟を、えー、選択することができているまあこれはもう合格の前提条件でしょうね。でその上で訴訟要件としては法令に基づく申請権についてあのちゃんと規範定律をする。でえー、規範定律をした上で 本件申し出及びにそれに対応する応答について直接的には内部基準に過ぎない本件運用指針で定められているということも踏まえながら論じることになります。 それから法案証則要件であれば相当の期間の経過が問題となってこれについては会議力で誘導してくれているわけですね。あの標準処理期間として1年間ぐらいっていうのが公表されていてなおかつ X と同時期に申し出をした人に対しては1年以内に通じがされているんだということを踏まえて標準処理期間と相当期間の経過の関係っていう観点から相当期間の経過の有無について検討することになります。それから論述の方向性ですね 論述の方向性として、だ論述の方向性として、今回は X が主張すべき G を検討しなさいと、X がすべき主張を検討してくださいと書かれているので、主張の逃避は問題になってないわけですね。訴状を起案してくださいという問題になっているわけです。なので、X がすべき主張を検討しなさいという設問の指示にちゃんと従って。 訴状を勤案する形で書けているかどうかっていうのも合格水準に入れるかどうかの一つのポイントになってくると思ってますでそれから最後説問2これはですねすごく難しいんで何を書いたかではなくてどう書いたかってところで差がついてくると思いますまず一つは会議録で違法自由について2つ分けて誘導されているわけですからとにかく2つ分けて書く 部分的に論述が重なっても構わないから、えー、とにかくわけで書く。まとめると、片方の配点項目を落とすからですね。でもう一つは、えー、いきなり当てはめに入るのではなくて、理由解釈による規範定律当てはめという形式を守る。もう理由として何書いたとか規範として何書いたとかっていうのは、まあ合格水準としてあまり関係ないと思います。この形で書くってことに意味があります。 でそれから論証または当てはめでできれば本件計画の目的などの会議力のヒントですね、まあ、これに言及できればまあ望ましいかなと思いますが、まあ、ここまでできなかったとしても説問人の難しさを考えると、えー、まあ合格水準にぎりぎり到達するんじゃないかなと思いますので違法自由をまず2つ検討することそれからそれぞれの違法自由について理由解釈による規範定律当てはめって形式で守って書く。 その2つができてればまギリギリ合格水準に到達するんじゃないかなと思っていますで、以上を踏まえました今後の対策についてでありますが今回は個別法の仕組みがやや複雑だったと思いますで、個別法の仕組みを素早く正確に把握する力というものを日頃の司法試験過去問の演習を通じて鍛えているかっていうのが一つ重要になってくるんじゃないかなと思います それからえ説問問題文会議録の指示誘導を落とさないための工夫の仕方えこれを考えて定着させるこれは日頃の答案練習を通じて自分に合った工夫の仕方を見つけてでそれを反復することによって試験日まで定着させるでこれが大事になってきます。でもそれは法律論以外のことなんですよね。 なので法律論以外のことでちゃんと落とさないための工夫をすることによって確実に相対評価の中で周りに差をつけることができるわけですからこれはすごいあの、ね、費用対効果高い対策なのでこの指示誘導を落とさないための自分に合った工夫を見つけてそれも習慣化するこれはぜひやっていただきたいと思います。 それから品質分野については出題の角度も含めて過去問から再度出題されるから司法試験の過去問の演習復習これを通じて品質分野に関する工学上の判断枠組みの使い方重要判例のポイントさらには出題の角度こういったことについてしっかりと学習をしておく必要があります。で 現場思考問題における対処法の確立、まあ、今回で言うと「設問2」でありますがこれはやっぱり司法試験の過去問演習の復習の繰り返しによって徐々に身についてくるものなんじゃないかなと思います。 知っっているだけででででははやっぱりその、ね、本試験では実践できないですから、ねえー、まあ方法論は皆さんにお伝えしていますからじゃあ実際にはじゃあ試験の本番でできるようになるためにはやっぱりその日頃から具体的な演習を、えー、まあ具体的な事例を通じた演習復習これを繰り返すことによって知っていることを実践できるレベルにまで引き上げていく必要があります。それから「設、えー、問に証文に」の違法確認訴訟のような、えー、司法試験・書く以外からの取材にも備える必要性があるので しない可能性を踏まえてメリハリをつけながら司法試験過去問以外の分野論点についても対策をしておく必要があります例えば来年令和三年の司法試験であれば不利益処分についての理由の提示が取材される可能性があると思いますし あと、まあ、訴えの利益についても正面から問われたことはまだ司法試験ではありませんから、えー、正面からね、例えばその裁量基準との関係を踏まえて平成27年判決を踏まえた、えー、訴えの利益という形で取材される可能性もあるわけです。まあ、それ以外のね、えー、重要判例もありますから、えー、そこから取材される可能性もあるし、えー、さらには、えー、国家賠償請求訴訟特に2条の可視概念ですよねこのあたりが出る可能性もあるというようにやっぱりまだ司法試験の過去問で取材されていない重要な分野論点というのがいくつかあるわけですから、えー、司法試験の 過去問に重点を置いた学習をするといってもそれだけでは出題範囲網羅できるとは限らないわけですからちゃんと出題可能性を踏まえて、まあ、メリハリをつけながらね過去,問以外の品質過去問以外からの出題にも備えた勉強をしておかなければいけないということになります。でそして今回の問問題題もです、ね、現場思考問題でということに速総まくり それから秒速過去問攻略講座だけで十分に対応することがでできる問題でしたでこの2つの講座を通じてですね品質分野における答案の書き方のルール重要判例のポイント問題文の読み方と整理の仕方現場思考問題の対処法これを身につけるとともに、まあ、ランク付けに従って過去問以外の分野論点からの次第にもしっかりと備えることができます。 これから、ね、来年以降の司法試験に向けた勉強をする方には是非「秒速相馬書き」と「秒速画問攻略講座」これを使っていただいて効率的に確実な論文対策いうものをやっていいいたただきたいと思いますでそれでは最後にですね私の手書きの答案をです、ねまあ、読み上げる形で、まあ、その私の思考過程について皆さんと共有を改めてさせていただきたいと思います。 でまずは、えー、説問の1からですね、えー、答案の1ページ目まずは、えー、処分性の定義を書きますで処分性のですね抽象、えー、論を書くときにはまずは判例の定義を書きます判例の定義を書いてその上で「公権力性直接具体的な方向化性」という「高学上の要件」に置き換えますいきなり「高学上の要件」から書くのはダメです。でかといっていきなり判例,のあの判例の定義で終わるのも えー、この判例の定義をどのように工学上の要件として整理してるかも伝わらないのでやっぱり工学上の要件に置き換えるって仮定までやった方がいいですなので処分性書くときには少なくともメイン論点として書く場合には処分性に関する判例の定義書いてこれを工学上の要件に置き換えるここはもうセットでやらなければいけないかなと思います。 で今回は会議録で「権利救済の必要性まで言及してください」ってことが書かれてるんでこの「権利救済の必要性」ってことをちゃんと「高額上の要件」と結びつける形で書かなければいけません。そこで基本的には公権力性および直接具体的な方向化性によって判断されるが「権利救済の必要性が考慮されることもある」っていう形でちゃんと「権利救済の必要性」というのは高額上の要件に引き付ける形で書かなければいけません。 そうじゃないとあのここで権利救済の必要性ということを言及しないで、えー、公権力制度直接具体的な方向化性によって処分性の、えーまあ、定式に該当するかどうか判断するって言っておきながら後になって、えー、当てはめの段階で権利救済の必要性ということが出てくると当ててはめと抽象論が対応ししななくなっままいますそうならないようにするために権利救済の必要性まで言及するケースではもうこの段階で権利救済の必要性まで書くと。もうこの核攻撃講座の答案でもこうなってますからね。 で本件計画変更から見ていきますであの本件計画変更については処分性のうち公権力性は問題なく私に認められると思うので股間は簡潔に指摘すれば足りるんじゃないかなと思いましたでこの公権力性認定すると時には都道府県または市町村が主体になってるんだから公権力性ありとかっていうのはダメです少なくとも法律上の根拠までは必ず指摘しなければいけませんさらに言うと厳密にはね主体それから法律上の根拠 優越的地位の発動っていう3つの要素から公権力制となるんで厳密にははつつしした方がいいですす、ね、私は今回3つ網羅してますでその上で、まあ、メインの、ね、方向化性に入るわけでありますが、まあ、ここは、ねえーまあ、どこまで自分が書いてることがその主題趣旨に沿ってるかどうかわからないんですけども、まあ、とにかくですねこの本件計画について法令の仕組みを踏まえてこういった効果が考えられるってことを、まあ、複数挙げて、まあ、それぞれ検討していこうと思いました。 1>, 1つは農業地区,の農業地区以内の農地の用途が指定されたものに制限されるという効果が生じるということそれから丸2指定された用途に従わなかった場合には勧告がされてそれに従わなかった場合には協議勧告がされてさらには調停の申請がなされることによって調停をすることになるという効果もあるとあとは開発行為が制限されて効果がある。 でこれについてねどうやって論じるのかちょっと定かではないんですけどおそらく一と三については私は一般的抽象的な方向化しかないっていうまあその反論になるんじゃないかなと思いますでこれに対して二これは事実上の効果しか伴いないって反論になるのではないかなと思いますでちょっと見ていきましょうまず三でありますがこれおそらくね一と三について用途地域指定の に関するその処分制に関する判例を踏まえて方向下の一般的抽象的抽象性って話を論じることになるんじゃないかなと思ったんですけどもちょっとですねこの用途地域指定の,あの判例がですね何言ってたのかっていうことをちょっと私定かではなかったんで、まあ、多分方向下の一般性抽象性の話なんだろうなと思ったんですけど、まあ、ちょっとですね覚えてなかったので自信がなかったのでもうここはごまかして土地区画整理事業結果決定というちょっと的外れのね あの話をしてししてままいました、まあ、ただ少なくともちょっと比較対象みたいなのがあった方がいいと思うんで、まあ、多分問われてない判例だろうなと思いながらも、えー、土地区画整理事業結果決定における建築制限と同様にとって比較対象を出してこれと同じで、えー、一般性抽象性しかないんだよということを書きました、まあ、ここはもしかしたらあんまり評価されないかもしれないですね使うべき判例無視してますからねでそれから「2」についてです「えー、2」における勧告はいずれも行政指導に過ぎないからそれ自体としては方向化性を有しない。 でえー、調停申請までされて調停まで行われる可能性があるとしても調停はあの裁判とは違うわけです、公権的な判断によって強制的に権利関係を確定、変動させる判決をする場面ではありませんから勧告と、えー、調停申請との連動性に着目して、えー、調停に至るという事態と、えー、勧告の効果を勧告の効果として前倒し的に読み込むことができたとしても勧告に方向感これを認めることはできないんだと、えー、いうことになるわけですね。 これいいですかね土地枠整理事業計画決定についての処分性を認めた判例というのは計画決定がなされた段階で勘違処分を受けるべきに地に立たされるつまり計画決定がなされると特段の条内閣り手続きを進んでいって勘違処分まで至るんだという強い連動性に着目してこの勘違処分を受けるべき地に立たされるという法的効果を計画段階に前倒し的に読み込むことによって方向果の直接性具体性を認めているわけです。で今回仮に この強い連動性を認めて、えー、その調停申請に至るっていう効果を、えー、計,計画の段階で前倒し的に読み込んだとしてもそもそも調停に至るっていう事態に、えー、方向化性がないんだからこの朝廷に至るって事態を、えー、計,画計画の変計画の 効果の効果として前座詞的に読み込んだとしても読み込まれている効果っていうのは方向化性ないものなんでどの道方向化性ないいでですすよってことこを説明してるわけですでそうすると一ないし三の効果を有するにとどまる本件計画を変更したとしてもこれについて直接具体的な方向化性これは認められないということになるわけですね。でそれからじゃあ方向化性がないのであれば例外的にその 権利救済の必要性という観点から方向化性の有無にかかわらず処分性を肯定することができるかということを論じるんですけど、まあ、一応ですね、えー、まあ最高裁の判例としてこういった判例があるんだということを紹介した上で当てはめに入っうえす。えー、最高裁判決は、えー、病院改正中止勧告について方向化性を否定しつつ勧告、えー、段階での広告訴訟による救済の必要性を根拠として処分性を肯定していると。で、えー、しかし、えー、本件計画変更の処分性が否定された場合 X はえどう変更を経ることなく、えー 農地転用許可の申請をして、不許可処分を受けてから、えー、同不許可処分の取り消し訴訟をと申請型義務付け訴訟を提起することになると、そして上記判例の事案と異なって、保険医療機関、えー、指定の申請と異なり、えー、農地転用許可申請における際に相当な、えー、投資を要するという事情もないと。 そうすると、農地転用許可、えー、農地転用不許可処分の段階で争えば足りるんだということなんで、権利救済の必要性を根拠として、処分性を肯定することもできないと。これはの、病院開設中止勧告においては、まあの法、法が改正される前ですけどね、法律が改正される前は病院改、えー、病院開設中止勧告については、えー、その勧告に従わなかった場合には、保険医療機関の指定を拒否するということが、通達で定められていたんですね。で,でもというのはそれ自体としてあの それ自体としては行政指導に過ぎないわけですし方向化性がないとしてもうでも本来だったら保険医療機関の指定拒否処分というのはこれ問題なく処分制に認められるわけですからとりあえずダメ元で保険医療機関の指定の申請をやってみてそこで拒否処分が下された段階で取り消し措プラス申請型義務付け訴訟を提起して争えば足りるんじゃないのと。 いう考え方も出てくるわけですですがあの保険医療機関の指定の申請するときにはその人員とかねもうそある程度揃えておかなければいけないわけなんですよ。なのでもしダメ元でその保険医療機関の指定の申請をやって拒否されて取消訴訟を提起してしかも負けましたとなったらもう膨大な投資リスクをが顕在化することになるわけですね。投投資資がを、えー、膨大なその投資 リスクをね、えー、負担しながらその申請をしなければいけなくなるわけですでも今回はそういった事情まではないわけですから、えー、計画変更の段階で、えー、その広告書上によって争わなければならない救済の必要性ってものが、えー、あるわけではないんだとそして処分制肯定することはできませんよと、えー、言っているわけですね、えー、まあその、えー、この病院開設中止勧告 に関するまあ、処分制に関する判例というのは極めて重要な判例でありまして、まあ、総まくりでもですね A ランクの中でも特に重要な判例として、まあ、指摘しているところですから、まあ、これをですね、まあ、使って問話を書くということになりましたおそ、まあ、らく権利救済に必要性が問われているということはこういった事を踏まえて書くことになるんじゃないかなとは思っています。 でそれから、えー、申し出の拒絶についてですで申し出の拒絶は運用指針で定められているこれにつき、えー、B 氏は運用指針は行政内部の基準たる、えー、行政規則に過ぎず外部で効果を有しないため運用指針で定められている申し出の拒絶には法律上の根拠がないから公権、えー、力性がないと反論するとで確かに、農、え、信、ー、法13条は職権による変更と申し出による変更実は双方を予定しているんだと。 で申し出による変更の手続きとして具体的な内容を明文では定めてないんだけど法律は予定してると。でこの予定してる具体的な内容について運用指針が分かりやすく明らかにしてあげてるだけなんですよというわけですね。これ判例が使ってるロジックですよね。こというわけですね。というわけでってるい、まあ、つだけでもす個,個か3個ぐらいあると思うんですけどいうわけですね。その特に重要なものというわけですね。 同歳就学援護費の支給決定に関する判例が挙げられるわけですね職権の場合と申し出による変更のこの双方を予定しているんだとで、申し出による変更についてははっきりとは条文で書いてないんですけど実は具体的なあの手続きを予定しているんだとで、この法律が予定している具体的な手続きの内容を内部基準が明らかにしてあげてるに過ぎないんですよととなると、えー、運用指針はあくまでも 法律で予定されている具体的な手続きの内容を明らかにしているに過ぎないわけですから運用指針ではなくて法律に手続きの根拠があるんだという説明になるわけです。ということですね。ででも今回ははその解釈はできません 何でかというとそのような解釈をするための手がかりが脳診法には存在しないわけです。にもかかわらずこういった解釈をしてしまうとこれはもう運用指針ありきで解釈することになってしまいますから運用指針によって法律の解釈の書き換えこれをやったり等しいわけですね。いわゆる下剋上解釈です。解基準に過ぎない内部基準によって法律を書き換えるような解釈をしている。 これは許されないとして今回はこのような会社ができないという結論にしていますということですねあの、えー、労災就学労災収学援護費不支給決定に関する判例もまあ同様のロジックを取ってるんですけどあの場合にはですねこのような解釈をする手がかりが法律にあったんですね今回はそのような手がかりが法律にないわけですからもう会議基準による 法律の書き換えのような解釈になってしまいますから、今回はできないんだということになるわけです。この労災就学援護費不支給決定に関する判例もえまあ、その a ランクの中でも特に重要な判例としてま蒼幕令和は取り上げていたところなんで、私もですね。まあ、ちゃんとこの辺りは対策をしておいたところです。 でそれから質問1の証文に見ていきましょう、X は本件申請者の戦争は申請に対する不作為にあたるとして不作為、違法確認訴訟を提起することになると、で訴訟要件についてです、もうここはもうあのちゃんと、ね、訴訟要件と本案証書要件について規範定律をして、えー、まあ問題部の誘導を踏まえてですね、当てはめをするということが大事になってくるんじゃないかなと思います。 で行政庁が内容審査に基づいて許認可等に関する濁費の応答をすること法令上義務付けけけられれていなければいなばませんで今回は運用指針で義務付けられているにとどまるようにも思えるんですけども申し出拒絶の処分性が認められるという前提に立つのであれば、えー、申し出の拒絶について公権力性の一部である法律上の根拠もあるということになるわけです。であれば、えー、運用指針 これが納審、えー、法13条が申し出による変更手続きとして具体的に予定する内容を明らかにしたものであるという解釈を採用していることになるわけですよね。そうじゃないと法律上の根拠を認めることができませんから。となると、えー、申し出による変更に関する具体的な手続きの内容、これが運用指針の内容と合致することになりますから、運用指針で定めら,られた内容が13条で定められているんだって前提に立って、 規範該当性を判断することがでできるわけですとなると運用指針4条の4項では変更の可否について申し出人に通知するものとすると定められているから都道府県または市町村の申し出の内容が農信法13条所定の変更要件に該当するかを審査した上で変更の可否について判断をして応答するというところが農信法13条によって義務付けられているということになります。 従って法令ににに基づく申請ここれに該当することになるとなわけですねで実際にこの申請やってるわけですから法令にに基づく申請をしたたものに当たりますでこれに対する何らの処分がないという要件も満たすんでまあ書要件満たすとで最後は法案上の主張についてでありますがこれはもう主張の骨子としてはですねこれは標準処理期間っていうものが公表されていてでそれを経過しているとしかも自分と同じ時期に申し出をした人に対しては通知がされていると。 いうことを理由にして相当期間の経過ということをですね主張することになりますねこれに対する反論としてはいやでも標準処理期間っていうものはそれ内部基準に過ぎないで外部効果を持ってないと、えー、だから、えー、それは相当期間を判断する上で絶対的な、えー、まあ効果ものはないんだということをまあ反論として出てくるわけですねそこでどう考えるかというと標準処理期間というものは行政の内部基準に過ぎない なので外部的効果ないとだから相当期間の経過の判断においては確かに絶対的な意味は持たないとしかし行政の自己拘束ゆえに標準処理期間を経過した場合には合理的で理由がない限り相当の期間の経過これが認められると返されると。で会議録の誘導の問題としては、まあ、1年ぐらいっていう標準処理期間を公表してるっていう点と X 以外の人たちについては1年以内に通知がされているという2つがあるわけで。 えまずは標準処理期間の公表があってこれを経過するってことを書きますであとは合理的な理由がないってことを基礎づける事情として X 以外の人たちに対しては1年以内に通知されてるんだから1年以内に通知することができないって事情もないよねだから合理的な理由もないよねって形で相当の期間の経過を認めていくということになりますでそれから、えー、最後に 質、えー、問の2ですこれはもうちょっとあまり参考にならないとは思うんですけれども本当に何書けばいいかっていうのがわからなかったですで、とりあえずその会議力で誘導されている通り違法自由の観点を2つに区別しますその上でもう何書けばいいかわかんなくても構わないので、えー、理由規範定律 当てはめっていうか形を守りますもう理由も規範も,もう間違ったこと書いても、えー、構わないですで。場合によってはあの会議録の誘導をそのまま理由規範にあの反映する形で抽象物を、えー、作ることができる場合もあるっちゃあります。 でまあ、今回ちょっとそれも難しいのでね、えー、この現場思考問題の難易度が高まってるわけなんですけどもその場合はもう自分でもでっち上げて構いません何も書かないぐらいだったらもう思いつけるべきのことで理由規範って当てはめってことで書いて構わないですからねこういったことを反射的にできるようにも、えー、な,るようになるためにも司法試験の過去もやっておくってことに意味があります。であととはその、まあ、ちょっっっ高度なな技術んんですすけどもやっぱり規範定理するんだったら まあそれはもう合格水準としてはないですけどね。上位とはの水準としてです。今回の問題に難しさをかすすれば、えーえー、規範定理するんだったら会議力から想定される当てはめをまずイメージして、この当てはめができるような規範を定理するっていうのがまあ望ましいです。でもそれまあいきなりできるわけではないですから、これから答案練習復習を繰り返すことによって会議力から当てはめをイメージして、当てはこの当てはめに合致するような規範を定理するっていうですね技術をどん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 その定着させていただきたいと思います。 えー、ということですね。 で以上が、えーまあ、行政法に関する、まあ、動画と、えー、なります、まあ、勉強の方法とかについてもですね、えー、最初の前半の方の動画でもお伝えしていますし、まあ、最後の説問2のです、ね、この現場思考問題対処法っていうものも、えーまあ、その現場思考問題対処法についての方法論は皆さんにお伝えしていますからあとはその方法論をどん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 そのま自分の中でまあ定着させていってさらにまあ精度を高めていくっていうのは、えー、皆さんがこの司法試験の過去問を使って演習復習これを繰り返すことによって、まあ、徐々に徐々にまあできていくことですからね。 でそれぐらいやっぱりその司法試験の過去問っていうのを再度試題可能性を備えるっていう意味だけではなくて、対処法を確立するだとか、さらにその個別法をね、えー、素早く正確に、えー、まその把握するまあ力を身につけるとかそのいろんなねその幅広い、えー、まあ実力を、えー、まあ高めていく上で重要なわけですから、まあ、行政法についてはですねこのブログでも前お伝えした通り、まあ司法試験の過去問の演習これに重点を置いた学習をぜひやっていただきたいと思います。その上で、えー、過去問以外からの試題備えるためにまあ総幕ね受けてくださってる受けてくださる方あるいは受けて くださっている方であれば総幕のランク指示に従って司法試験の過去問以外からの主題にも備えるためのインプットっていうのをやっていただきたいと思っていますで、それでですねこれで行政法の動画を終わらせていただきますご視聴いただきありがとうございました